成田和也は、競輪選手、自転車競技選手、福島県須賀川市出身、日本競輪選手会福島支部所属、日本競輪学校第88期卒業。1979年2月25日、福島県須賀川市に生まれる。福島県立須賀川高等学校時代までは、スキーと自転車競技の2種目に取り組んでいた。 しかしスキーでは20位前後の実績しか残せず、中央大学進学時に、とても世界に通用するレベルではないと断念し、高校時代に夏のトレーニングの一環として取り組んでいた、インターハイのタイムトライアルで10位以内の成績を収めていた自転車部に入部する。1年時に全日本学生選手権、自転車競技大会で、スプリントと1000メートルタイムトライアルで共に4位に、 入賞すると、2年次と3年次には、スプリント優勝、タイムトライアル2という成績を収めた。世界で戦える選手になりたいと志していた成田は、さらに成績を向上させるべく、フォームや自転車のセッティングを変えるなど、試行錯誤したが思うようにいかず、逆にフォームを崩してしまう。成田は迷いを抱えたまま、短距離選手が鍛錬を積むには、実業団よりも、 競輪の方が良いという判断から、日本競輪学校受験を決意し、試験1ヶ月前に、大学の先輩にあたる佐藤一郎の指導を仰いだが、二次試験で、緊張の余り方に力が入り、1000メートルのタイムトライアルで1分14秒というかつて、経験したことのない遅いタイムを記録し不合格となる。当時日本競輪学校の受験要件には、年齢制限があり、 成田受験する機会は一回しか残されていなかった。正式に佐藤に弟子入りしとな田たは重圧と戦いながら練習付けの日々を送り、2002年に2度目の受験で合格した。日本競輪学校に第88期生として入学。88期は現在の競輪会及び日本の自転車競技会を牽引する早々たる面々が揃っており、 ソルトレークシティオリンピック代表であった、武田豊樹を筆頭に、同県である、山崎義人、渡辺一世、かなり和幸や、佐藤智和に加え、武田がいなければ一番の逸材と目された、永井清らが同期である。入学当初からデビュー後を見据えていたという成田は、訓練では、勝ち負けよりも、自分の総力を試したいという思いから選考に、こだわり、 最後には抜かれてしまうことが多かったが、卒業記念レースでは追い込みに転じ、2回の予選と準決勝、さらに決勝と4回のレース全てで一着となる完全優勝を達成した。在校競争成績が全75生徒中66位でしかなかったにもかかわらず完全優勝を果たしたことから、一躍注目されることになった。デビュー戦は2003年7月5日。 岩木平競輪場で迎え初出走初勝利を挙げた。2004年6月、岸和田競輪場で開催されたレインボーカップで優勝して S 級特進を果たした。そしてデビュー当初から世界への夢だってまだ持っていますよ。五輪や世界選手権にもチャンスがあれば走りたいと語っていた成田は、同年の秋、トラックレース日本代表に選出され、 以後3年間は自転車競技選手としての活動が主体となった。当時の日本代表監督であったゲイリー・ウェストが4年後の北京オリンピックを睨んで、内田圭也、同期の渡辺ら当時の若手を大胆に抜擢した策に出たが UCI トラックワールドカップクラシックス第2戦のロサンゼルスのスプリントでは3位、さらに同大3戦のマンチェスター。 同代温泉のシドニーのチームスプリントでは渡辺、及川とのトリオでそれぞれ3.2位に入る検討を見せた。また2005年にロサンゼルスで開催された世界自転車選手権でも渡辺、及川のトリオで挑んだチームスプリントで6位入賞を果たした。2006年のアジア競技大会のチームスプリントでは渡辺、日田雄大のトリオで挑み決勝で中国を おろし金メダルを獲得。また2007年の世界選手権のチームスプリントでは、渡辺、井上正美のトリオで挑んで7位に入った。しかし、自身が目指していた北京オリンピック出場の夢は果たせなかった。2008年、トラックワールドカップ第2戦のメルボルン大会のチームスプリントにおいて、2年前のアジア大会で金メダルを獲得した渡辺、 神殿とヌトリオで挑み、第一層として2位に貢献した。競輪の方でも一線級の選手としての活躍を見せており、2007年と2008年に肝心心脳パイの決勝へ進出。2009年は共同通信社早役本番の決勝で2着に入り、年間の獲得賞金が上位となったことから、2010年は自身初の SQS 半格付けになった。 同年7月には、函館競輪場で開催された、サマーナイトフェスティバルで自身初の GII 優勝を飾っている。2011年は、東日本大震災の影響を受け、練習場所を転々とすることを余儀なくされたが、松戸競輪場で開催された SS シリーズ風、光るの決勝で、山崎義人の番手をめくった、伏見敏明を、ゴール直前、タイヤ差で捉えて、 GI 初優勝を手にし、このレース最後の覇者となった。なお SS シリーズは、ケイリングランプリ選考外のレースであったが、その後も肝心新郎パイの決勝に進出するなど、獲得賞金の上位を維持したことから、賞金枠で初となるケイリングランプリ2011に出場し4着となった。2012年には、第65回日本選手権ケイリングの決勝で、めくりを打った。 山崎義人の後くらいから2センターでイン側のコースが開いたことを見極めて突っ込むと直線一気に伸び、外から伸びてきた山崎より先に入選して特別競輪初優勝を手にした。その後もオールスター競輪の決勝で山崎を追走し2着に入っている。慶応閣で行われた競輪グランプリ2012では豪雨の中ゴール前まで 村上義弘と浅井幸太との三つどもえのデッドヒートとなるも、わずかの差で村上に届かず2着となり、グランプリ初優勝とはならなかった。2013年には第64回高松の宮城年配競輪の決勝で打賞から逃げを打った日田雄大の番手からゴール寸前で神電をかわし、後ろにいた伏見俊明も振り切って特別競輪2勝目をマークした。 デビュー時はめくりを中心とした自力主体だったが、現在は両脚室を経て追い込みに転じた。直線に入ってからの鋭い差しには定評があり、目標不発でもレンに絡む追い込みをたびたび見せる。また、マーカーとして仕事も多彩にこなすため、先行選手の信頼は厚い。追い込み選手として屈指の存在である。ありがとうございます。